晴れましたね。晴れましたね。今日暑くなりそうですね。暑くなりそうですね。いいですね。ブラジルっぽくなりますね。そうですね。20度まで上がるそうです。あ、いいじゃない、いいじゃない。はい、ね、がっつりと皆さん盛り上がっていただきたいですね。ね、踊ったりとか、ね、食べたりとか、はい、いろんなことをしてもらいたいですね。はい。さあ、それではですね、はい、ブラジルカーニバル2015の概要をちょっとざっとね、簡単にもう一度ご紹介したいと思います。はい。まずはですね、やっぱり目玉は、目玉はですね、皆さんがないとそうですねできないので、そう、それで目玉はですね、ブラワンです。そうです。はい、ブラジルの料理がね、いっぱいあります。そして皆さんの投票で、あちらにグランプリ投票会場が入り口の横に紫の大きな看板出てますが、ぜひですね、皆さん、どちらの出店が美味しかったのか投票していただきたいですね。で、皆さんの投票がないとこれが決まりませんので、ね、うん、そうですね。なので、ぜひ皆さんの投票をしていただいて、はい、あと投票してくださった方にはですね、はい、中には何かが当たるかもしれないという方がいますので、そうですね、ぜひ投票しつつ何かプレゼントをゲットしてもらいたいなと思っています。そうですね。要は投票して何になるのっていうところで、投票で3部門あります、投票にはね。はい、シュハスコね、シュハスコ賞と、その他のご飯ですね。シュハスコだけじゃなくて、いろんなブラジル料理あります、はい、そしてあとはブラジルっぽいコーナーでしょ、ね、っていう賞が、はい、ブラジル的なものをね、表しているかっていうところで、この3部門皆さんご投票いただきます、決めていただきたいと思いますね。皆さんもちろん投票するのは1位がね、はいはいはい、被るかもしれないじゃないですか。被るかもしれないですね、はい、そんな中から1位に投票していただいた皆さんの中から抽選で、はい、プレゼントを、はい、プレゼント、豪華なプレゼントが当たるということになっております。なので、そうですね、盛りだくさんな感じになっております。はい、で昨日からですね、投票が始まりまして、はい、明日の夕方4時まで、はい、締め切り明日の前から、はい、投票の方やってますので、ぜひ皆さん投票をお願いいたします。はい、そうですね。で、明日の夕方4時以降、6時ぐらいかな、6時ぐらいの最後のこのイベントのフィナーレで、はい、投票結果の発表を押します、はい、なのでぜひ皆さんもですね、来ていただいて、はい、一緒に誰が出るかな、誰が出るかな、ね、みたいなのをやってほしいですね。初代チャンピオンが決まりますからね、はい、歴史に残る一日になるかと思いますの です、ね、最後、明日の最後の最後の最後までみんなと一緒に楽しめていけたらなと思っております、うん、はい、今年ね、はい、なんでこのイベントやってるかっていうと、なんといっても私と日本の日泊120周年、そうですね、日本とブラジルの就航120周年記念でこのイベントを行っています。はい、で、日本の外務省、そして駐日ブラジル大使館もオフィシャルで事業として行っているわけなんですけど、はい、今年で初めて、はい、もう1回目に皆さん来てくださってるんですよね。そうですね、ありがたいですよね。ありがたいですね、うん、で、今年も、まあ、今年のその有効イベントの開幕と言ってもいいでしょう。そうです ね、まあ、ね、来年ね、オリンピックありますからね、リオデジャネイロオリンピックが来年あります。去年はね、ワールドカップあったし、今年は120周年日泊、全部ブラジルオリンピックがあって、はい、で、ちょっとすると東京に帰ってきますもんね。そうですね、東京オリンピックまで、はい、日本とブラジルがどんどん仲良くなって、